1957から1958シーズンの NBA は NBA の12回目のシーズンである。シーズンは1957年10月22日に始まり、1958年4月12日に全日程が終了した。ドラフトではホットロットハンドリマイナスがロチェスターロイヤルズから全体1位指名を受けている。またサム・ジョーンズが ボストンセルティックス入りした。1969から70シーズン以前は、アベレージよりも通算で、スタッツリーダーが決められていた。前期ファイナルで死闘を繰り広げた、セントルイスホークス対ボストンセルティックスのカードが2年連続で、ファイナルで実現した。セルティックスにとっての悲劇は1勝1敗で迎えた第3戦で、発生した。ビル・ラッセルが、ボブ・ペティットのシュートをブロックした際、 そのままペティットの足の上に着地してしまい、足首を捻挫してしまったのである。ラッセルの不在が響きこのゲームを落としたセルティックスは、続く第4戦をラッセル抜きで勝利した。しかし、第5戦はホークスがものにし、3勝2敗で、いよいよ優勝に王手をかけた。後がなくなったセルティックスは、第7戦、ラッセルが足を引きずりながらもコートに戻ったが、この日ホークスのエース、 ボブ・ペティットがプレーオフ市長に残る圧倒的なパフォーマンスを披露する。前半だけで19得点を挙げたペティットの活躍で、第3球まではホークスがリードを保っていた。しかし第4球に入ると、セルティックスが反撃に打ってで、86から 84? と逆転を果たされると、ここからペティットの類いまな得点能力が爆発。セルティックスのダブルチーム。 トリプルチームをものともせず、ホークスの最後の21得点のうち18得点を上げる活躍をし、再びホークスのリードを奪い返した。108から107とその差はわずか1点で迎えた。試合時間残り16秒。逆転に、一流の望みを託すセルティックスは、ペティットにディフェンスを集中させた。シュートはフリーとなったスレーター・マーティンが打ったが、これはリムに引かれた。 このリバウンドを抑えれば、セルティックスの逆転の可能性が出てくるが、このボールを、ペティットが、ティップショットで見事にゴールに押し込み、セルティックスの希望を断ち切った。最終的には110から109で、ホークスが勝利し、前期のリベンジを果たすとともに、ホークスの初優勝を決めた。ペティットがこの質積み上げた50得点の記録は、当時のプレーオフ記録となった。 この年の優勝が2008年現在までホークスにとっての唯一の優勝となっている。ホークスとセルティックスは1年を置いて1961年のファイナルにて3度相見える。ありがとうございます。